岡山県選出の津村圭介です。本日はアベノミクスの弊害と限界を指摘させていただき、今後の政策の見直しについて具体的な提言をしたいと思います。また時間が許せば皇室の問題、特に悠仁さまお一人のお血筋で天皇制を存続維持していくことのリスクの問題を含む皇位の安定的継承の問題について質問をいたします。まず最初にアベノミクスと皇室の問題に先立ちまして、先週我が党の大西健介議員が取り上げたジャパンライフ社の問題について関係大臣にいくつか確認をさせていただきます。先週の議論をお聞きになっていらっしゃらない方もいらっしゃいますので、簡単に復習をさせていただきますが、ジャパンライフ社は全国で長年にわたりまして数多くの高齢者をターゲットに高額な磁気治療器を訪問販売、連鎖販売で売りつけてきた企業です。このほど事実上倒産に瀕しておりますけれども、負債額は2400億円を超えるとされ、戦後最大級のトヨタ商事事件を超える被害が見込まれております。先週の大西健介さんの質疑の中で、消費者庁でジャパンライフ問題を担当していた担当者その人がジャパンライフ社に天下りをして処分に手心を加えていた疑いがあることが分かりました。また一昨年末に第1回の業務停止命令が出された後も、そこにいらっしゃる加藤勝信大臣、そして二階俊博自民党幹事長が同社の広告塔として長期にわたって利用され続け、被害はさらに拡大をいたしました。源馬さんお願いします。今日は静岡の源馬健太郎議員にこのパネルをお願いしておりますけれども、まず加藤勝信大臣に伺いたいというふうに思います。加藤大臣はこちらのパネルにございますように、1月の13日昨年ですね、ジャパンライフの山口会長と接点を持たれたことを先週の質疑でお認めになっておられましたけれども、その際の講演料というのはあったんでしょうか。また会合の主催者についても伺います。加藤大臣。接点を持たれたという意味がどういう意味でおっしゃっているか分かりませんけれども、前回でここでもお話をさせていただいたように、その会合はあるマスコミの方が主催をして、経済界の方が来られていた、こういう会合でございました。どなたか聞いてるんです。で、その段階で私が承知した限りは山口会長のお名前は出席者にはございませんでしたけれども、結果としてその会合に出席をされていたということでございます。それから、ごめんなさい、それからごめんなさい、講演料の話です。主催者の名前です。失礼しました。主催者の方は、リベラルタイム出版社というところが主催をされた会合でございます。それから講演料については、いただきましたけれども、それは適切に処理をさせていただいています。津村君。講演料がおいくらだったかということを一つ伺いたいと思いますし、大臣、これですね、会ったことがダメだと言ってるんではなくて、お会いになった後こういうものをその先方が作ってですね、この広く流布されたわけですよ。そして被害が拡大したわけですよ。それは大臣にご了解を取られたわけではないと思いますよ。しかし現にこういうものがですね、長期にわたって多くの方々の被害拡大を招いたわけですから、どこかの段階で、消費者庁の責任も重いと思うんですけれども、業務停止命令を出した後ですからね、そういうことをおかしなことをしてないかチェックするのは当然だと思いますし、おかしなことがあったら早くやめさせなきゃいけないわけですよね。そういうことをされなかった、看過されていたわけで、そのことによって大臣のご地元も含めて、これ全国に被害者いますから、多くの方の被害が生まれたということの、その道義的な責任を伺いたいと思います。加藤勝信大臣。看過とおっしゃいましたけれども、私ども今申し上げたその画像というか、そういった形のものを実は明確に承知したのはですね、つい最近でございます。で、実はこの国会でも取り上げられたことがありまして、
それでそういうことはどうなっているかということをまず調べようということで、ネットとかですね、そういうことで我々調べることは調べさせていただきました。ただ残念ながらその時にはそうした画像を含めて、我々の能力不足だったかもしれませんけれども、検出することはできませんでした。でその後こうした報道が具体的に写真で出たものですから、その段階で、ジャパンライフ社の方にですね、こうしたことが あるのかと、そして仮にそういうことがあるならば、それは許可も得ずしてやっているということで、強い抗議と謝罪を求めるですね、内容証明付きの手紙も出させていただいていると、こういうことでございます。講演料いくらか。加藤大臣、講演料は別にこのジャパンライフ社とやっているわけではございませんので、それは私のあくまでも政治活動の中の一環でございます。でも額は教えてくださいよ。木村君、講演料の額についてお答えいただけなかったの大変残念ですけれども、これ江崎大臣にも伺いたいというふうに思います。これは加藤さんの方はですね、なかなか自分の会った方がどういうことをやっているのか、1年気づかなかったというのは私大臣として少し迂闊ではないかと思いますけれども、しかし自分からはなかなかわからない面もあるかもしれません。しかし江崎大臣、これ消費者庁はもうその時点ですでに業務停止命令を出していたわけで、業務停止命令を出している会社が、業務を停止せずにですね、こういうことをやっているわけですよ。しかも同僚の閣僚のお名前を出してですね、これ消費者庁なぜ止めなかったんですか。消費者及び食品安全衛生担当大臣江崎哲真君。津村委員にお答えします。先週も御党の大西議員からご質問ありましたが、繰り返しますが、消費者庁はジャパンライフ社に対し、平成28年の12月、29年3月、11月および12月の4回にわたり、特定取引法および予託法に基づく行政処分を行い、新規の契約の勧誘や締結等の業務停止を命じることにより、消費者被害の拡大を防いでおりました。津村先生ご案内のようにですね、悪い業者というものは本当にいろいろな知恵を工夫しながらですね、こうしたことを4回も繰り返して、そして全く被害を被った方もございますが、やっぱり消費者庁もですね、行政処分の注意4回いたしましたが、それをかいくぐってのいろいろ消費者に対してこのましからざる方法をもって勧誘をしておったと言ったこと、私はそう理解をいたしております。津村君、もう一回申し上げますけれども、1年に4回も業務停止命令を出すなんていうことは今までなかったわけで、それだけひどい状況だと認識されているにもかかわらず、1年間これを放置していたことを私伺っているんです。加藤大臣、かわいそうじゃないですか。江崎さん、何されてたんですかって聞いてるんです。江崎大臣、これのこと聞いてるんですよ。はい、お答えいたします。こちらですが、はい、先ほどもお話ししましたが、こうした業者はですね、いろいろその悪知恵というと、これまた差し障りがありますが、そうしたことによって、加藤大臣、こういったそのジャパンライフの内容は当然ご存じなかったと、私ども認識いたしております。なんでそんなこと分かるんですか。いや、私どもそのような認識をしております。そして特にですね、私この消費者庁の役に就きましたのは8月ですが、これから一生懸命このジャパンライフ社もいろんな場面精査しながらですね、しっかりこれからも監督責任を取ってまいりたいと思っております。津村君、
全然お答えになってないですし、加藤大臣がこのジャパンライフ社の山口さんという方、衆議院のですね、商工委員会でも集中審議をされたことがあるようなマルチ商法 の、過去にもいろいろと曰くのあった方で、その方について加藤さんが知らなかったっていうのを言い切れるんですか、江崎さんが。それは余計のお世話だと思いますし、ちょっとこの話は突っ込みどころがたくさんあるんですけども、本題に入っていきたいと思うので、今後の議論に委ねますが、一つだけ申し上げたいのは、実はですね、このジャパンライフ社は年が明けてからもまだしぶとく各地で説明会を開いてですね、破産してしまったら1円も戻らないと、弁護団に依頼したら手じまいにされる、消費者団体は何もしてくれないと言ってですね、高齢の被害者の方々にさらに吹聴をして、別会社で磁気治療器を販売してですね、返金をするということを説明しているんです。このまま放置するとさらに被害が、二次被害が拡大する可能性があるわけです。これに対して弁護団は、このまま事業を継続させれば資産が散逸して被害が拡大してしまう恐れがあるということで、東京地裁に破産申し立てを行おうということなんですけども、破産申し立て自体に高額の予納金が必要なために被害者には到底負担できないということが懸念されるわけです。私はこの国に今申し上げたようにですね、この1年間事態を適切に処理できなかったんですから、消費者庁さんはその重い責任がある以上、国が費用を立て替える国庫仮支弁制度を一刻も早く適用すべきだというふうに思います。今後ともこの問題はフォローさせていただきます。それではアベノミクスの議論に入ってまいります。本日ですけれども、明日も私少し時間をいただいてますので、先ほど玉木代表が扱われたプライマリーバランス黒字化の問題ですとか、あるいは日本銀行の財務の問題等、引き続き取り上げていこうと思いますけれども、本日はですね、源馬さんパネルをお願いします。物価 2% 目標はすでに役割を終えたのではないかという論点を掘り下げていきたいというふうに思います。安倍総理が総理大臣に復帰されたのは2012年の12月、その翌月5年前にですね、総理は一番最初に、アベノミクスの第一の矢として、日本銀行との間に共同声明を、結ばれました。こちらが、骨子であります。一丁目一番地一番上にあるのがですね、日本銀行は物価安定の目標を消費者物価の前年比上昇率で 2% とする、これ5年間ずっと維持してきているわけでありますけれども、他方これで、アベノミクスにはですね、いろんな、メリットデメリットが生じてきていると思います。総理がしばしば強調されるのは、今日はいいですけれども、しばしば強調されるのは、株価が上昇を続けているということ、本日は500円ほど下がっているようですが、基本的には堅調に推移してきたということが一つ、そして、失業率の低下、雇用が堅調で完全雇用に近い状況であるということ、そしてもう一つは7四半期連続の GDP のプラス基調、これも統計のあやがございますし、GDP の作り方が途中で変わってますので、いろいろ突っ込みどころはあるんですけれども、ただ総理が強調されるこの3つの数字が好転していることは間違いがないというふうに思います。であればですね、総理、一方で、この後一つ一つ取り上げていきますけれども、アベノミクスには数々の弊害がございます。この世界的な、株高あるいは景気が好調である今のうちにですね、弊害の方にも目配りをされて、バランスの良い経済政策を取っていかれないと、これから世界の景気は2019年ないし2020年には後退局面に入るのではないかと言われておりますし、この日本もイザナギ越えということも言われましたが、これからオリンピックをまたいでですね、いつまでも景気がいいかどうかわからない、しっかりとこの政策の対応力を確保していかなきゃいけないという中で、私は今がこの 2% 目標を見直す、あるいは微修正する非常に重要なチャンスなんじゃないかと思うんです。総理、ご認識いかがですか。安倍内閣総理大臣。物価安定目標はですね、ただ単に、これはもう通の兄はご専門家でありますが、物価が上がっていけばいいというものではありません。企業収益も増え、雇用も増え、賃金も上がって経済の好循環が力強く回り、国民生活が良くなっていく中で、経済成長に見合う形で物価が上がることを目指すものであります。 2% という水準は
まあ、一種のグローバルスタンダードになっておりまして、妥当性のある目標であると考えておりますが、まあ、政権交代後、まあ、3本目の政策を具体化する中で、政府と日本銀行の共同声明にその目標が明示され、日本銀行自身がコミットするに至ったものであります。2% という目標を掲げ、その 2% に向けて黒田総裁がしっかりとした手段を表明したことによって、市場の空気が大きく変わって、また、大胆な金融緩和を含む3本目の政策があったからこそ、ですね、もはやデフレではないという状況を作り出すことができたと考えております。経済の好循環は着実に回り始めており、今後とも日本銀行が 2% の物価安定目標の達成に向けて、大胆な金融緩和を着実に推進していくことを期待しております。委員長、須村君。今のですね、総理のご答弁の中に私、答えあると思うんですよね。2つ申し上げたいと思います。1つは、この 2% 目標というのは、グローバルスタンダードだとおっしゃいました。確かに欧米でも物価目標 2% というのは、まあ、広く共有されているところですけれども、しかしそのアメリカもヨーロッパも 2% には達していない段階で、この金融緩和の弊害を直視してですね、すでに出口戦略を取っているわけですよ、もうだいぶ前から。日本だけがこの 2% という、まあ、到底にわかには実現できない目標を掲げ続けて、まあ後で掘り下げますけれども、マイナス金利ですとか、日銀や国民の年金の資金で株を買い募っていくとか、まあ、実態よりも大きな背伸びをして、そのことで多くのこの国民の皆さんの預貯金、年金にリスクを負わせているわけですね。そして地域の金融機関にもさまざまなこの収益の悪化ということも生まれています。私はまさにグローバルスタンダードということをおっしゃるんであれば、欧米と足並みを揃えて、この 2% という目標を中長期の目標として掲げるのは結構ですよ。しかし金融政策の中身、あるいはそれをカバーする例えば金融庁の取り組みですとか公取の取り組みですとか、さまざま見直すタイミングに来ているんじゃないですかということを申し上げているんです。そしてもう一つ、総理は今はもうデフレではないとおっしゃいました。確かに内閣府もですね、以前から月例経済報告でデフレという表現はもう何年も使っていませんし、昨年の秋には経済財政諮問会議で4つの指標、物価に非常に重要なですね、消費者物価指数、GDP デフレーター、GDP ギャップ、そして単位労働コスト、それがいずれもプラスになっているということをわざわざ指摘がありました。まあ、ここでデフレで脱却宣言をなかなか宣言という形でされないのは、その後に必ず求められる財政健全化に総理が後ろ向きだからだと思いますけれども、私はデフレではないとおっしゃって、しかもグローバルな目線でとおっしゃるんであれば、この 2% 目標の弊害というところに今しっかり光を注がなきゃいけないと思いますけれども、総理いかがですか。安倍内閣総理大臣。デフレ脱却とはですね、物価が持続的に下落する状況を脱して、再びそうした状況に戻る見込みがないことを指しておりまして、まだこの段階においては、見込みがないということまで言い切れないというふうに我々は考えているところでありますが、日本銀行が先月に公表した展望レポートにおいて、現状、企業の賃金、価格算数が慎重なものにとどまっていることなどを背景に、消費者物価が弱めの動きとなっているものの、マクロ的な需給ギャップが着実に改善していくこと等から、2% の物価安定目標に向けたモメンタムは維持されている旨、示しているところであります。まあ、もちろん我々も、まあ、こういう認識で、ありますが、まだ、純粋に、マクロ経済を見ていく中においては、デフレ脱却とは言えないということで、ございまして、で一方ですね、このレポートにおいては 2% 程度に達する時期は2019年度頃になる可能性が高いとしていると私も承知をしております。経済の好循環は着実に回り始めており、今後とも日本銀行が 2% の物価安定目標の達成に向けて大胆な金融緩和を着実に推進していくことを期待しております。委員長。須村君。総理、ここはですね、しっかりとデフレ脱却を、そのデフレではないとかですね、
ちょろちょろおっしゃってるわけですから、ちょろちょろ出た失礼ですけども、いろんなところでおっしゃってるわけですから、デフレ脱却ということはしっかり宣言されてですね、次の財政健全化に向かっしっかり向かっていってくださいよ。こちらこうアコードですけれども、この3つのことが書かれているんですね。この消費者物価の 2% 目標で、この時よく考えられているんだと思いますけれども、その後2つのことが書かれている。日銀は金融面での不均衡の蓄積を含めたリスク要因をしっかり点検しろと、そして政府は持続可能な財政構造を確立するんだと。実際ですね、この一番上にこだわりすぎているから下の2つがうまくいってないわけですよ。だから今度これは順番をそろそろ入れ替えて、金融面の不均衡の蓄積を含めたリスク要因しっかり点検して、ここを是正して、そして持続可能な財政構造を確立する、この2つの方に軸足を変えてですね、この5年間経った日本銀行の総裁副総裁がこれで任期を迎える、金融政策の前回11月も議論しますけれども、5年の任期というのは金融政策を考えるにちょうどいいスパンだから5年の任期なわけですから、ここでしっかりアコードのこの読み方、あるいはアコードのこの優先順位というのを見直すタイミングとするべきだということを申し上げています。それに関連してですね、私看過できない講演がありましたので、少し取り上げさせていただきます。岩田副総裁をお呼びしておりますけれども、先週1月31日にですね、大分で行われた 岩田副総裁のご講演、ご自身でこれが最後の講演だと、まあ3月に任期が切れるからというおつもりなんでしょうけれども、そこでですね、こういうことをおっしゃってるんですね。まず岩田副総裁について国民の皆さん、あるいは委員の皆さんも必ずしもご存じない方もいらっしゃるかもしれませんから、少しご紹介をしておきますけれども、まあ、岩田紀子副総裁はもともとそのいわゆるリフレ派と呼ばれる、まあ、大胆な金融緩和が、まあ、非常にこのデフレ脱却に効果的だと、万能だというようなことをおっしゃってきた学者さんの代表格でいらっしゃって、アベノミクスの第一の矢である異次元緩和の理論的な支柱となってきた方だというふうに思います。5年前の副総裁就任前にはですね、物価目標達成は日銀に全責任がある、そして、私が議運で質問させていただいた当事者なんですけれども、2年間で物価 2% を達成できない場合の最高の責任の取り方は辞職することだと、そして自分たちのせいではない他の要因によるものだという言い訳はしない、まあ、こうおっしゃって、そして国会同意人事で就任をされたんです。しかし 2年経って 2% は達成できてないどころか、5年経っても達成できていないわけで、その最後の講演とご自身おっしゃるところでですね、金融政策は一生懸命やったが他の政策が逆風では跳ねのけることができない、財政健全化の速度を経済に合わせてスピード調節することが大事だ、こう発言をされているんです。2014年の消費税増税に責任転嫁をされているということが一つと、場合によっては来年10月の消費増税も牽制されたご発言なのかもしれませんが、これ大変無責任なご発言じゃありませんか。5年前に2年間で金融政策だけでやるっておっしゃったんですよ。日銀副総裁の言葉というのはそんなに軽いんですか。岩田さん、今回の最後だというふうにおっしゃってましたけども、今回のこの国会で、あるいは今回のこの人事でけじめをつけるという意味ですか。国民の皆さんにお詫びされたいかがですか。日本銀行副総裁岩田紀子君。先日の大分での講演で財政の健全化の在り方とですね、それと実体経済物価の関係について、その私の任期の5年の間の経験を踏まえて、申し上げたわけですが、講演で申し上げたとおりですね、中長期的な財政健全化について市場の信任をしっかりと確保することは重要であるという点は、と考えております。でその上でですね、デフレ脱却に向けた
機動的な財政政策という第二の矢ですね、ございます。とそれともう一つ、今言った中長期的な財政健全化のを両立させると、これはどうやったら財政できるかということについて、それはやはり財政緊縮のペースというものが大事だの論点だということで、講演ではですね、この5年間余りの日本経済とユーロ圏経済について、示唆されることを申し上げたものでありまして、具体的な財政運営に関しては政府国会の責任において行われることを承知しております。講演の中身を聞いてるんじゃないんです、委員長。村君、講演の中身を聞いてるんじゃないです。私は講演の中身は私から紹介させていただきましたよ。私はあなたの責任を問うてるんです。2年で達成できなかったこと、5年で達成できなかったこと、それをお詫びもしないのかと聞いてるんです。日本銀行岩田参考人。日銀の副総裁が軽いポストになっちゃいますよ。はい、副総裁の就任に際しましては、目標が達成できない場合にはまず果たすべきは説明責任であって、そんなこと言ってなかったよ。仮に説明責任、そのどのような責任の取り方はというのを、その時聞かれたので十分できなかったんですが、日銀法のに照らすと一番は説明責任だということが分かって、その後ずっと果たすべきは説明責任だと申し上げているわけです。で、仮に説明責任が果たせない場合の最終的なですね、責任の取り方はやはり辞職であると、こういうことを申し上げたわけでありました。で、したがってこの5年間自分としては説明責任を果たしてきたつもりであります。これまでの 2% の物価安定の目標を実現できないことについては、原油価格の予想もできないような4分の1への下落とか、あるいは消費税がまだ予想インフレ率が安定しない中で引き上げるということによって、需要が大幅に減少し、商品がずっとそれは多くの人も予想しなかったぐらい、弱くなってしまったということで、実際の物価上昇率が下落していたわけです。で、日本ではもともと過去の物価に引きずりやすい予想物価上昇率が弱んだことが主な主因であると考えております。で、こうした点に加えて人々の間に根付いてしまった長い間デフレを続けてしまいましたので、デフレマインドの転換に非常に時間がかかってしまい、企業の賃金価格設定スタンスがなお慎重なものにとどまっております。そうさ、言い訳しないとおっしゃったんですよ。いや、それは事実を申し上げているわけであります。労働法需給のしかし、比べてですね、物価の上昇フェースが鈍い理由は今のような理由であります。しかしですね、量的指摘金融緩和の下でマクロ的な需給ギャップは大きく改善し、企業の収益も過去最高になっております。で、更新しております。長いの読まなくていいですよ。労働市場ではほぼ完全雇用の水準が実現しておりますので、委員長止めてください。物価面ではデフレでない状況になっているということで、私も任期を残すところ1ヶ月余りとなりましたので、最後まで全力を尽くしたいと思っております。委員長、津村君。もう一つ伺います。副総裁は私は再任されないと確信しているとおっしゃいました。これどういう意味ですか。岩田参考人。自らの再任の有無についてちょっと言及したことは適切ではなかったと思っております。もとより副総裁の人事は両議員の同意を経て内閣が任命するものという枠組みに沿って政府国会において決定したいものということは十分承知しております。志村君。次の質問がありますので、また別の機会にこれは取り上げさせていただきたいというふうに思いますけれども、副総裁、あなたはこの 2年間で 2% でやると、それができなかったら責任を取るというのを副総裁のお立場でおっしゃった。まずそこに大きな問題があると思うんですよ。これ総裁に波及しますよ。だって執行部一体ですよね。ずっと同じ投票行動を取られているわけですから。そしてそれが2年間どころか5年間でもできておらず、今回私は再任されないと確信しているというのは、どういう意味でおっしゃったか、今言及避けられたから分かりませんけれども、やっぱりご自身が最初におっしゃったことができてないということと私は大きく関わっていると思いますよ。そうすると黒田さんはどうなんだということになるじゃないですか。今マーケットは黒田さんの再任があるのかどうか大変注目されているわけですけれども、
このことはですね、岩田さんが副総裁をお辞めになっても続いていく話ですよ。このアベノミクスの一丁目一番地の 2% 目標というものの生い立ちですから、ここ非常に重要なポイントなので、これからも繰り返し予算委員会の場で取り上げさせていただきたいというふうに思います。明日も お越しいただくことになるんですけれども、黒田総裁、先ほどのですね、マイナス金利政策の弊害の話ですね、明日個別のリスクについては掘り下げたいと思いますけれども、私が 2% 目標を一番苦労されているのは黒田さんですよ。だってこれ約束しちゃってるから、この約束変えないと、とにかく弊害があっても何かやらなきゃいけないというところに追い込まれているのが今黒田さんですけども、いや、そろそろこのタイミングで、黒田さんも今回の任期としてはあと1ヶ月なわけですから、どういうこの弊害が起きているのかということを、リバーサルレートの話もされましたが、この国会の場で少し反省も含めて、この金融面での不均衡の蓄積を含めたリスク要因をどう点検してきたのか、少しご紹介いただけませんか。日本銀行総裁黒田晴彦君、参考人。委員ご案内のとおり、一昨年の9月に金融政策について総括的検証というのを行いました。その中で、長短金利操作付き量的指摘金融緩和を導入するということになったわけですけれども、その下でですね、総括的検証において明確に示されている第一に貸し出しあるいは社債金利への波及、第二に経済への影響、第三に金融機能への影響などですね、経済物価金融情勢を踏まえて新しい長短金利操作付き量的指摘金融緩和の下でのイールドカーブを形成するということにしたわけでございます。でこうした考え方には変わりございません。その上で申し上げますと、現時点で金融機関は充実した資本基盤を備えておりまして、信用コストも大幅に低下していることから、金融仲介機能に問題が生じているとは考えておりません。また私どもの各種レポートでも申し上げているあるいは述べているとおりですね、これまでのところ資産市場や金融機関行動において過度な期待の強気化は観察されておりません。ただ一方で、委員ご指摘のとおりですね、金融機関特に地域金融機関の収益動向を見ますと、大手金融機関と違いまして、貸し出しに、依存する割合が高いものですから、そうした中で、全体として、低金利状況が続き、さらに、地域経済におきまして、人口あるいは企業数が減少しているという中で、貸し出しをめぐる競争の下で、さらに金利が低下する、あるいは利ざやが縮小するということが生じておるということもよく認識しております。その面では当然金融庁もご指摘されているとおりですね、やはり地域金融機関は地域経済にとって非常に重要な役割を果たしているわけですので、その収益動向等にはですね、私ども十分配慮しながら、その地域経済の下で従前な力を発揮できるようなさまざまなアドバイス等は引き続き行っていきたいと思っております。ただその上で一言申し上げますが、やはり 2% の物価安定の目標を実現するというこの目標はやはり極めて重要であると思っておりまして、現在の我が国の物価上昇率というのは生鮮食品を除いたところで 1% 若干下回っていると、エネルギー品目を除くとさらに低いと 0% 台前半というところですので、やはり欧米と違ってまだまだですね、 2% の物価安定目標には道半ばというところでございますので、やはり引き続きですね、強力な金融緩和を粘りを強く続けていく必要があるというふうに思っております。玉木君。津村です。あ、ごめんなさい、津村君失礼しました。はい、
総裁ありがとうございます。明日も申し訳ありませんがちょっと呼ばさせていただきますけれども、バブルの時もですね、物価っていうのは 0% 台だったんですね。ですから、まあ、今実際に株価についてもあるいは不動産についてもその金融機関、今触れられた地域金融機関の状況も含めて少しでも高い金利の ところにもう何とか貸さなきゃというふうにこれモチベーションがそっちに行ってしまいますから、一歩間違うとそういうバブルが生まれている可能性もあるわけですよ。その問題、それから、先ほども少し触れましたけれども、株にしてもですね、あるいはマイナス金利、そして公的な資金が株を買い占めていることによる企業統治への歪み、まあ、こういったことを明日以降も掘り下げさせていただきたいと思います。それではもう一つのですね、重要なテーマでございます、皇室の問題に触れさせていただきたいというふうに思います。総理、これ私ですね、この1年間あるいはこの数年間の舵取りを総理間違えられるとですね、この天皇家の落ち筋というのが本当に細くなっていっているわけですよ。そしてともすればですね、これ皇統がですね、きちんと100年200年続いていくのかということもですね、本当に心配しなければいけない状況にあると私は思います。今回のですね、皇室典範の改正特例法でこの付帯決議でですね、女性宮家の問題について法制公後速やかに検討を行って政府が報告するということになってますが、眞子さまがご成婚をされて皇籍を離脱されるということがその後正式に決まりました。法制公後というのは来年の5月1日のことですから、もうそれより前に眞子さまはご結婚されるわけですね。そしてこのパネルを源馬さんお願いします。眞子さまは両陛下の落ち筋を直接引かれた若い皇族の方は4方しかいらっしゃらない、そのお一人であって、眞子さまがご結婚されたで皇籍を離脱された後にですね、じゃあ佳子さまは残るのかというとそうはなかなかならないと思います。そして麻生副総理のご親戚にもなられますけれども、三笠宮家のじゃあ女王様方が女性宮家というふうになるのかというと眞子さまよりも少し落ち筋という意味では遠いわけですから、なかなかそれもイメージが簡単にはできない。そうなってくるとですね、眞子さまが皇籍を離脱された時点で私は将来の女性宮家を検討するといっても対象と なりうる国民の皆さんにイメージされるのは愛子さまだけになってしまうのではないか。総理は女性宮家の、眞子さまがまだご結婚される前に女性宮家の議論をするというおつもりありませんか。安倍内閣総理大臣。女性宮家の議論についてはですね、さまざまな議論があるわけでありますが、政府としては天皇陛下のご退位と皇太子殿下のご即位が国民の皆様の祝福の中でつつがなく行われるよう全力を尽くしてまいりたいと思います。その上で女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等にかかる問題については衆参両院の委員会で可決された付帯決議の趣旨を尊重して対応してまいりたいと思います。津村君。こちらちょっとですね、字が小さいのでテレビではなかなか見れないかもしれませんが、28年後の皇室の構成図でございます。なぜ28年後にしたのかといいますと、皇太子殿下が金城陛下と同じ年になられるのが28年後なんですね。その時にどういう皇室の絵姿になっているかといえば、秋篠宮さまはその6つ年下ですから79歳です。これ軽々に議論できることではありませんけれども、仮にその皇太子殿下がですね、今回金城陛下がそういうお言葉を発せられたように、ご高齢ということも含めて退位を考えられた時にですね、じゃあ6つ年下の秋篠宮様にバトンをつないでいくのかどうかということももちろんあり得ると思いますけれども、世代ということで考えたときにはもう次の悠仁さましかいらっしゃらなくなっていて、皇室の女性の皇族の皆さんは結婚されると思いますので、そう考えるとですね、もう皇族
はゼロになっちゃうんですよ、現役世代が。これ皇位継承のこと言ってるんじゃないですよ。ご結婚されて女性皇族の皆さんが一番若い愛子さまでも43歳ですから、まあ、結婚されている可能性が高いと思うんですけれども、そうすると悠仁親王以外にこの75歳以下の皇族の方誰もいないんですよ。私はそういう議論が眞子さまがご結婚されてしまった後だと、まあ、仮に愛子さまに女性宮家ということをしてもですね、一人だけになるんですよ。悠仁さまと愛子さまだけになるんですよ。これで日本の皇族がゼロまたは一人になってしまうっていう状況を避けるには、あと半年で動かなきゃいけないんじゃないんですかということを言ってるんです。日本の皇室と皇族のあり方が根本的に変わってしまうんですよ、総理。今そのご判断ができるのは安倍総理しかいらっしゃらないんです。日本の天皇家、日本の皇族を守っていただけませんか。安倍内閣総理大臣。政府としてはですね、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少にかかる問題については、内閣官房、皇室典範、改正準備室において、これまでのさまざまな議論の経緯を十分に検証するとともに、最近の議論の動向等も踏まえ、政府部内で検討を行っています。この問題は、皇族方のご年齢からしても先延ばしすることはできない、重要な課題であると考えています。他方でそのための方策についてはいろいろな考え方、意見がありますが、国民のコンセンサスを得るためには十分な分析、検討と慎重な手続きが必要だと考えています。委員長。津村君。明日以降にまた引き続き議論をさせていただきますが、総理、これですね、小泉内閣の時、安倍総理が官房長官でいらっしゃった時に、小泉内閣における有識者会議では生物学的なリスクまで言及をされていました。つまりは一人の男性から何代も男性がの子孫が続いていく可能性というのが3代4代になるともう 10% とか 20% とか、出生率の半分ですからね、男の子が生まれる確率は。それをつないでいくとどういうことになっていくのかという議論まで、これは政府の有識者会議で出されてました。日本の皇族天皇家というものにもしものことがあったら、これ私たち現代の日本人は先祖にもそして子孫にも申し訳が立たないんですよ。私たちが真っ先にやらなきゃいけないことじゃないんですか、これは。総理、さっきからその官僚答弁棒読みされてますけど、この半年ということの危機感が全然感じられないんですよ。日本の歴史しっかりつないでいかなきゃいけないじゃないですか。一言答弁を求めて終わります。時間が来ているので一言答弁お願いします。簡潔にお願いします。先ほど答弁をさせていただいた通りでございまして、これはですね、何か法案を決めるとかいう、政策の判断ということではなくて、まさに委員が言われたようにですね、長い歴史の中で、どう判断をしていくかという、そういう重い重い課題でありますから、当然先ほど申し上げましたように、いろんな考え方がある中、国民のコンセンサスを得るためには十分な分析と、そして検討と慎重な手続きが必要であると考えております。津村君。旧宮家の皇族復帰ということがいかに現実的でないかということを明日議論させていただきます。終わります。